1981年の MLB ドラフトで、ロサンゼルスドジャースから3巡目に指名を受け、6月21日に契約。同年は、ルーキー級で5勝1敗、防御率1.5428奪三振、奪三振率15.2の高成績を上げる。1982年は、A 級ベロビーチで8勝1敗。 防御率1.91137奪三振、4完封脱奪三振率14.6を記録して、トリプル A 級アルバカーキに昇格。防御率5点台と成績を落としたものの2階級、合計で223奪三振を記録した。1983年は、AA 級サンアントニオで13勝。 防御率2.82209奪三振を記録してメジャーに昇格し9月20日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビューを果たした12月8日に二選手との交換トレードで1選手とともにニューヨークメッツへ移籍1984年はトリプル A 級タイドウォーターで開幕を迎えるが6勝防御率2.56123奪三振 被安打 69, 基本イバ2と高騰して昇格。7月16日のアストロズ戦でメジャー初勝利を挙げ、以降先発ローテーションに定着して6勝6敗、防御率3.50を記録した。1985年も開幕を、トリプル A 級で迎えるが5月には復帰。9勝9敗ながら、防御率2.80180奪三振。 リーグトップの脱三新率9.5を記録。170.1イニングを投げて、ヒア安打はわずか108で、9イニング平均の被安打5.71は、1907年にシカゴカブスのカール・ラングレンが、記録した5.67に次ぐリーグ史上2位だった。1986年は前半戦で12勝2敗、防御率2.67を記録。 オールスターゲームに初選出されて4番手で登板し、アリーグ3番手のチャーリー・ハフとオールスター史上初のハワイ州出身投手同士の投げ合いが実現した。後半戦は4勝、防御率4.69に終わるが、脱三振率は前半戦の7.9に対して10.1と向上した。ホームでの防御率2.17に対しアウェイでは5.03。 と、うち弁慶ぶりを露呈したが、シーズン通算で共にキャリア杯の16勝200、脱三振の好成績を上げ、チームの東地区優勝に貢献。アストロズとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第4戦に先発して、マイク・スコットと投げ合い、6回3失点で敗戦投手となるが、チームは4勝2敗でアストロズを下し13年ぶりのリーグ優勝。 ボストンレッドソックスとのワールドシリーズではリリーフのみの当番だったが、第5戦でチームは敗れたものの4イニングを5奪三振無失点、最終第7戦では2.1イニングを4奪三振無失点と高騰し、17年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献した。1987年は4月に4勝1敗、防御率2.18の成績で、 初のピッチャーオブザマンスを受賞。2年連続でオールスターゲームに選出され延長13回裏に登板してセーブを記録した。同年もホームでは9勝3敗、防御率2.98、アウェーでは3勝5敗、防御率5.05と内弁慶ぶりは変わらなかった。1988年は序盤部長に陥るが、 後半戦で6連勝を記録するなど復調。ホームで8勝、防御率1.83、脱三振率10.1、アウェーで4勝、防御率4.36、脱三振率7.4と相変わらずだったが、12勝、防御率3.03189脱三振の成績でチームは2年ぶりに地区優勝。 フルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズでは相性の良いホームでの第5戦に先発したがカーク・ギブッソンに本塁打を浴びるなど5回途中6失点で降板し敗戦投手。結果的にこれが自身最後のポストシーズンとなり優勢を伝えられていたチームも3勝4敗で敗退した。1989年は7月14日のアトランタブレーブス戦で 敗戦投手となるも、キャリア敗の16奪三振。14勝5敗、防御率2.8398奪三振。キャリア敗の219.1イニングを記録した。1990年はホームで8勝5敗、防御率2.41、アウェーで1勝9敗、防御率4.94。奪三振率は9を上回ったが9勝14敗と、負け越した。 1991年は、スプリングトレーニング中に手首を骨折。7月に復帰したが、今度は膝を故障し、8試合の当番に終わる。1992年は14勝11敗193奪三振、キャリア杯の防御率2.73と復活するが、チームは大型補強を行ったにもかかわらず、地区5位に終わる。 1993年は一塁ベースカバーの際に、再び膝を痛め、5月から約3ヶ月離脱。それ以外ではローテーションを守ったが5勝に終わり、チームも新球団フロリダ・マーリンズすら上回れず、地区再開に沈んだ。10月25日にフリーエージェントとなり、11月22日に、ボルチモア・オリオールズと3年900万ドルで契約。ストライキの影響で、 シーズンが打ち切られた1994年は、キャリアワーストの27飛本塁打で、防御率5.15。翌1995年も、全く戦力にならず7月10日に、解雇されるが、3日後にフィラデルフィアフィリーズと契約。8月は5勝0敗、防御率2.6854脱三振、脱三振率11.1の成績で、2度目の、 ピッチャーオブザマンスを受賞した。1996年は、自身初の開幕投手を務め、三勝に終わるも、脱三振率は11.0を記録した。10月28日に再び、フリーエージェントとなり、12月2日にアストロズと契約。1997年限りで現役を引退した。引退後は、故郷のハワイに戻り、 セミプロチームのコーチを務めていたが、2001年にニューヨークヤンキースのスプリングトレーニングに参加して驚かせた。マイナー契約し、4月7日にマイナーで復帰後初登板したところ、膝を負傷。1週間後に引退を発表した。その後は再びハワイに戻り、コーチ業等を務めている。フォーシームの球速は85マイルパーアワー程度と、遅いが、 独特のモーションと、左サイドスローからのカーブで脱三振率が高かった。また、ア安打も少なく、9イニング平均の被安打6.85、は2015年終了時点で、ノーラン・ライアン、クレートン・カーショー、サンディー・コーファックスに次いで、歴代4位である。チームメイトのドワイト・グッデン・当番時には、三振を奪うたびに、K のボードが掲げられたが、 フェルナンデスが三振を奪うと S のボードが掲げられた。米国第50番が目の州、ハワイの出身であることを誇り、メジャーのキャリア中税番号は50で通した。また、メッツ時代の本拠地、シェイスタジアムでは、フェルナンデスが先発登板する試合前には、ハワイアンソングが流れた。ABCD トランザクションズ。 bas eball-reference.com2020 年8月7日閲覧 ABCD シドフェルナンデスマイナーリーグススタティスティックスヒストリー bas eball-reference.com2020 年7月9日閲覧1984ピッチングゲームログ b a s, s e b a l l r e f e r e n c c o m 2020年8月2日閲覧 .ab, first or second half game l e v e l b a s b a l l r e f e r e n c c o m 2020年8月2日閲覧。E e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 . 1986all, star, gamebox score, July15 bas eball-reference.com2020 年8月7日閲覧ホームアウェイゲームレベル bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧メジャー初勝利を挙げた試合も相手投手はスコットだった 1986ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズゲーム4アストロズアットメッツオクトーバー1 2 b a s e b a l l r e f e r e n c e c o m 2 0 2 0年8月2日閲覧1986ワールドシリーズゲーム5メッツアットレッドソックスオクトーバー23 bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧1986ワールドシリーズゲーム7レッ、so、ドソックスアットメッツオクトーバー 27bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧マンツゲームレベル baseballd-referenc.com2020、e. 年8月2日閲覧 1987all star gamebox score July14baseballd-referenc.com2020 年8月2日閲覧ホームアウェイゲームレベル bas eball-reference.com2020 年8月7日閲覧1988ピッチングゲームログ bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧ホームアウェイゲームレベル bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧1988ナショナルリーグチャンピオンシップシリーズゲーム後ドジャースワットメッツオクトーバー 10bas eball-reference.com2020 年8月2日閲覧 1989ピッチングゲームログ。bas.reference.com2020 e b a l l 年8月2日閲覧。ホームアウェイゲームレベル。bas.reference.com2020 e b a l l 年8月2日閲覧。abc シドフェルナンデス。 セーバー .org2020 年8月2日、閲覧。1993ピッチングゲームログ。bas.ebal.reference.com2020 年8月2日閲覧。サラリーズ。bas.ebal.reference.com2020 年8月7日閲覧。 マンツゲームレベル。bas.reference.com e b a l l。2020年8月2日閲覧。ありがとうございます。